ラジオ番組でハガキを読んでもらいたい。信じろよ。大家好、欢迎收看 Daily News。全然派手じゃなくて本当にすいません。はい、ラジオ番組でハガキを読んでもらいたい。信じろよ。最近なんかちょっとラジオにハマってて、はい、ラジオネーム何々さんのお便りですみたいな感じで、はい、読まれるのがすごいあれいいなと思って羨ましくて、なんでちょっとインパクトのあるラジオネームを考えてたくさんお便りを出して。あるんですか、なんか候補は。ラジオネームの今のところ。いや、まだないですよ。どんなの出せばいいのかなと思って。ちょっとみんな考えてもらってもいいですか、皆さん。ちょっと芦田愛菜じゃないですか、やっぱり。あ、そうですよね。じゃあ芦田愛菜で。それでは、女演员芦田爱菜25号与同样为动漫《烟囱之城》担任声优的男演员洼田正孝一同出席该动漫电影在东京都内举办的最初公映日活动。该电影以搞笑组合 KenCon 西野亮馆制作的图画书为原型，描述一个住在烟雾弥漫的烟囱之城里的垃圾人虎佩尔及少年鲁碧琪的冒险之旅。芦田被问及明年有没有想挑战的事情，他回答：希望电台节目能朗读我的明信片。他表示最近名上电台，想要想一个有魄力的电台名，透露目标成为明信片职人。感谢大家收看 Daily News。